ジミー・ハートはアメリカ合衆国のプロレスマネージャー、作曲家、歌手、ミシシッピ州シジャクソン出身。ニックネームは南部のおしゃべり男。2005年 WWE 殿堂入り。1980年代、1990年代を代表するヒールマネージャーの一人で、コスチュームは原色の派手なスーツ、サングラスにリーゼント。 常に携帯しているメガホンは彼の代名詞となっている。もともとは人気ロックバンドのボーカリストだった。1963年、ロックバンドザ・ジェントリーズのメンバーとしてデビュー。最大のヒット曲、キープオンダンシングでは全米ビルボードチャート4位にランクインした。テネシー州メンフィスの看板レスラーでプロモーターでもあったジェリーローラーにスカウトされ、1970年代に 彼のマネージャーに転身。テネシーでは、ローラーのほか、若手時代のランディ・サベージやその弟ラニー・ポフホ、リック・ルード、オースチン・アイドルなどを担当した。1980年代初めには、ローラーと対立し、構想を始める。ハートは、アンディ・カウフマンを絡めた、長い構想により、全国的な知名度を得た。ハートは、ファーストファミリーと呼ばれるユニットを組んで、 ローラーに対抗した。ジェリー・ローラーがザ・キングであったのに対し、ハートのニックネームはザ・ウィンプであった。WWF 時代1985年に WWF に移籍し、まずはキング・コング・バンディを担当。レッスルマニア第1回大会の SD ・ジョーンズ戦は長きにわたってレッスルマニア史上最短試合となっていた。その後はハートファウンデーションや ナスティ・ボーイズなどをはじめ、特にタッグチームのマネージメントを担当し、数多くのコンビをタッグ王者に導いた。テネシーでもマネージャーを務めていたハルク・ホーガンとも、婚意になり、1990年代に入ると、ベビーフェイスのマネージャーに転向してホーガンと、ブルータスビーフケーキのタッグ、メガマニアックスも担当。 1993年にはメガマニアックスのマネージャーとして新日本プロレスに二度来日している。また元ミュージシャンの経歴を活かし多くの選手の入場曲を作曲した。ホーガンと時を同じくして WWF を離れ、1994年に共に WCW へ移籍。リング外でもホーガンのマネージャーを務めるようになり、2001年の WCW の崩壊後は新団体 XWF の旗揚げに参画した。ほどなく XWF は活動を停止したものの、その後はティネに協力。一時期は彼のマネージメントで WWE を離脱したホーガンのティネ登場が実現寸前となるも、2005年にはホーガンと共に WWE 殿堂入りを果たすことになった。入りティネで、 ザナチュラルズのマネージャーを担当するなど独自の立場を取り近年も WWE との関係を保ちながらインディー団体やオールドタイマーのリユニオンイベントへのスポット出場を続けている左はダンスホイット2007年4月1日のレッスルマニア23ではバックステージで行われたクライムタイムのダンスパーティーにカメオ出演2008年11月7日には ジェリー・ローラーのトリビュートショーに登場、メインイベントでローラーと対戦したシット・ビシャスのマネージャー役を務めた。2009年11月には、ハルク・ホーガンがオーストラリアでプロデュースしたハルコ・マイニアツアーに参加。2010年上期は、WWF 時代の名優ナスティ・ボーイズのマネージャーとしてティネに再登場した。2011年3月より、 WWE のレッスルマニア関連のプロジェクトに参画し、各地のハウスショーにも登場。8月14日のサマースラム2011では、バックステージセグメントにて、アールトゥルースと絡んだ。2012年4月10日には、ロディ・バイパーや、ダスティローデスラレジェンドと共にスマックダウンのブラスト、フロムザ・パストに出演。ウーソズと対戦した、タイソン・キッド ヒース・スレーターのマネージャー役で登場し、往年のメガホン攻撃を見せるも、コメンテーターを務めていたミック・ホーリーのマンディブル、苦労の餌食となった。ありがとうございます。